私たちのゴールはですね、あの製品のお客様にお売りするのではなくて、お役に立てるように会社自体が形を変えて、進化してお客様のお役立ちをしていくということだと思っているんです。一周歩こうかなと思いました。だけど形から入って心に至る、形を真似しているといつか心がついてくる。もう創業70何年の会社がですね、ポッと変われるかというとなかなか変わりません。文化も変われないですし、だけど理想とする形っていうのはあるんですよね。綿ですとか、あと羊の毛、ウールの素材をですね、平行度とそれから清潔度を上げるために使われるものなんです。あの針というとですね、こう一本の尖ったようなミシンの針とか、その縫うための針っていうのを想像を皆さんされると思うんですが、あの我が社で作っている針はですね、英語で言いますとコーム、COMB とか言ってコーム、はい、と言われるものです。でそれはですね、日本語では櫛と訳されるものでして、はい、ですので皆さん、針の会社、針の会社、まあ、この近所でもですね、針工場、針工場って昔から言われてるんですけど、実際見て、えっ、針工場ってこんなものを作ってたのってよく言われることがあります。一時は、まあ、両方といい時もあったんですけど、もう紡績の方がガクッと、オイルショックがなった時に落ちたりするんですよ。でその時にじゃあカーペット機械がもうコンスタントに売れていた。で逆に今度カーペット機械売れないって時に紡績の方が上にいるっていうんで、うちはこう2つも、しかも、まあ、日本で言うと本当にオンリーワン企業みたいなものが2つあって、でこう今まで存続しているよという感じですね。でまあ、基本的にはうちはあの受注生産、同じもの作ってはいどうぞでは面白くないんで、じゃあ次はこういうことをしたらいかがですかという発想でお客様に接する。お客様の言われることにはできませんということは言いたくない。まあ日本でも俺が一番詳しいんじゃないかと本当にあのやりがいがありますね、うん。DLC の膜はですね、ダイヤモンドとグラスファイバーの特性を持ってますんで、ダイヤモンドは硬いということと、グラスファイバーはよく滑るということがありますんで、その間ということなんで、硬くて滑りがいい、作業性が良くなって非常に効率いい防水材だということになります。DLC の膜は摩擦係数がいいとか高度が高いとかいう特性は皆さん知ってるんですが、先ほど言った非常に高い膜っていうことなんで、使いたくても使えなかった。で、我々自身はそういう高い膜じゃなくてですね、もう少しあの皆さんに使いやすい膜、膜自身は他社と変わらないです。ところが要はそのコストですよね。同じ膜であれば安いが使いやすいですよね、はい、で本当にまだあのスタートしたとこですけども、はい、ここ1年お客様に回ることによって、こういうところに役立てるんだと
役立つことができるんだというような膜であるというのが分かってきたと。微細加工をやろうと思ったのはですね、平成17年なんです。我々紡績針も作ってますし、ある程度切削加工もしてましたし、我々の得意な部分はどちらかというと細かい小さいものを扱うことだなというようなことは思っていたので、これならチャレンジできるんじゃないかなというふうになんか新たな出会いがありそうな、そういうようなワクワク感でこの道に入ってしまいました。全て普通にあるマシニングセンターのものを、精度よく細かいものが作れるというのが今ワークショップが持っている機械の特性ではあります。この加工をしている機械に関しては、保証精度万分の1ぐらい、1万分の1ぐらいの精度を、保証されてますので、もちろん機械も大事ですけども、それを使うオペレーターのスキルというのは非常に重要視されてきます。一番難しいと感じているのはやはりお客様が望む以上の品質で望む納期よりも早く納入することかなっていう感じで、頼まれたものを代替できる技術は年数経つと身についてくるんですけども、やっぱり求められているはこんなに綺麗に作ってくれるのか、こんなに早く収めてくれるのかっていうようなことがやっぱり今難しいなと常々思ってますね。若い人も入ってきます。昔からいる人もいます。いろいろやっぱり変わっていく中でみんなの思いも あると思うんですけども、やっぱりちょっと一つの形になる本当に途中の段階じゃないかなと、進化の途中っていうことですかね。そうですね、ここ1年ぐらいでかなり大きな変化が、環境整備を通じて本当はこの仕事のやり方に気づくっていうのが目的であって、その綺麗掃除をして綺麗にするっていうことも大事なんですけど、かなり皆さんいろいろ新しいことが入ってきて戸惑ってらっしゃると思いますね。あまり広い範囲ですと、その戸惑いがなくなっていけば本当にいい、働きやすい会社だなっていうふうに皆さん思っていただけると思います。若手もですね、中堅も大ベテランもですね、お家に帰ったらそのお家のメンバーで、それぞれがそれぞれの文化の中で生活をしているんですね。でも中川製作所に来て仕事を始めるときには同じ気持ちですね、お客様のことを思って仕事をしなければいけない。新しいことに挑戦して幅を増やしていかないと、既存の事業というのは必ず伸びていくかというとそうではなくて、必ずしぼんでいくものなんで、新しいものを先に手掛けていかないと一生中津作所って続けていけないよねっていうようなものが何か私の体の中にあるんだと思います。赤箱のあるところ。
みんなに今共通の言語としてですね広めようと思っているのは、過去と他人は変えられない、未来と自分は変えられる。前やできなくても、前失敗しても、前は協力してくれなくても、今から今日から自分から変わっていって協力して挑戦してくればいいんだよっていうことを、みんなの標語のようなものにして